身長美容医師学科生整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日ですね、お話しさせていただくのは大人気シリーズですね、身長先生に聞けのもう14番目になりました。今回はですね、皆さんのですね、いただいた疑問の中からピックアップして答えていきたいと思います。皆さんもですね、身長に関する疑問がございましたらコメント欄の方に記載お願いいたします。さてですね、今日はですね、まあ、10個以上ね、バンバン答えていきますけど、準備よろしいでしょうか。最初の質問ですね。この質問はですね、皆さんですね、めちゃくちゃ興味があると思います。半熟型かどうなのかっていうところですね、皆さんの気になるところだと思うんですね。私の動画でもですね、一番再生回数の多いのはですね、この半熟型の特徴っていうこちらのね、動画になるんですけども、半熟なのかどうかってところね、この方のデータをね、拝見しながら一緒に検討していきましょう。6さん、9歳10ヶ月か16歳6ヶ月までのデータをね、いただいたんですけども、上のような成長をしてきたんですが、これは半熟型でしょうか。以前出されていた175センチの半熟型バージョンの奇跡とほぼ同じなんですが、父親は165、母親は165で、身長175センチ欲しいですということで、先生お願いしますということなんですけども、早速なんですけどもね、ちょっと共有していきたいと思います。じゃんということで、いつもの表になってまいります。これはですね、どういった評価ね、もうご存知の方もだいぶ多いんじゃないかなという気がしますけども、再度説明させていただきます。これはですね、日本人の平均的な身長伸びを表にしたものになります。元々は学校保健統計調査っていうですね、成長曲線でグラフがあるんですけども、それを私が全部こう数字に叩き起こした表になります。簡単に言うと、上からそのまま真下に降りてくると、いわゆる標準タイプ、真下から少し右にシフトしていくタイプだと半熟タイプ、逆に言うと左にシフトしていくタイプは早熟タイプっていうのを表現ができます。なので今回ですね、こちらの方のデータを見させていただくと、少しずつこう右にシフトしているのが分かります。つまりなんですけど、この方ですね、おっしゃる通り半熟タイプというような表現ができます。このデータだけで見させていただくと、171から174.5 ぐらいのイメージになってくるかなと思います。175がね、ご希望ということなんですけども、そんな簡単に到達できるような数値でもないと思うんですけども、頑張ってですね、しっかりとやっていけば到達できる可能性もあるかと思います。もちろんね、これはあくまでもこのデータだけで判断しているので、実際採血やレントゲンを取るとそこまで半熟でもないですねという評価になったりする場合もあるので、注意が必要です。少なくとも、ね、まあ、動画を、ね、ご覧いただいている方に関してはこういった表をですね、参考にしていただいて、ご自身もこういう色を塗っていただいて、右にシフトしているのか左にシフトしているのかね、ぜひチェックしてみてください。次は A さん、コメント失礼します。小学校6年生の母です。来年中学生になるので、お弁当か給食か選べるのですが、給食は栄養バランスが整っていて、タンパク質 40g 近くあってすごく魅力的です。さらに牛乳がついていて300円です。お弁当は栄養に偏りがあり、現在中学生のお母さんはだいたいだんだん冷凍食品を使うようになっていると言っていて、冷凍食品は身長伸びに悪影響がありますか。男の子で一番身長に影響がある中学時代は給食にした方がいいのかと悩みます。周りはほとんどお弁当らしくて、給食は買いそうかなと考えたりもします。身長に対するお弁当と給食の違いを知りたいです。きちんと栄養ある弁当を作るお母さんもいると思いますが、大体は冷凍食品になるそうなので、恥ずかしいとか思わず子供身長のように給食にした方がいいのでしょうか。体験談とかアドバイスとかいただけたら嬉しいです。この質問ですね、超面白いですね。結論としては、まあどちらでもいいとは思うんだけれども、この文章だけを読むと、私は給食をおすすめします。どうして給食におすすめするかというと、タンパク質が 40g プラス牛乳っていうことは、タンパク質の摂取量が多いですよね。しかもそれが300円で手に入るというのは、超格安コスパ最強というふうに言えるのではないでしょうか。給食がいいとか弁当がいいかとか、ケースバイケースなので、いろんなパターンがあると思いますので、まあ何とも言えないと思いますが、まあ、今回のこの文章だけでいくと、タンパク質が 40g 摂取できるプラス牛乳がついて300円であれば、私はこの件であれば給食をおすすめします。次も A さんですね、別の方ですけども、足に重りをつけて寝たら飲みますか。飲みません。簡単ですね。はい、次ですよ。K さんですね。配信真剣に見ています。ありがとうございます。私ね、5歳の息子がいます。低体重 2200g で生まれ、3歳まで平均以下の身長で、3歳は次平均になり、5歳で109センチです。ということですね。これから伸びるようにサポートしていくつもりです。父親179センチ、母親155センチです。父親が日本で生まれ育っていますが、血が韓国です。血の上では息子は日韓ハーフになるのですが、身長には国籍が混じると影響などあるでしょうか。身長を伸ばしたいと考えているので、アドバイスお願いします。
ますということですね。まずはなんですけども、一つで、ね、言えることとしては、まあ、一応生まれた時の体重はある程度身長と関係があるかなというふうに思います。ただし一方なんですけど、今現在で5歳で109センチって表現になりますので、単純計算でいくと今 174.5 センチのペースになりますので、決して小さくない、もう十分ですね、大きくなっていらっしゃることを考えると、すでにその時の低体重の影響をほとんど考えにくいというふうに考えられます。お母さんとお父さんなんです。179の155、遺伝身長も 173.5 センチになってきますので、そういった面で見ても現在のですね、ペースは悪くないというふうに思います。なので、まあ、このままね、頑張っていただければと思います。次のポイントとしては、日韓のハーフだけれども、それが身長に関係あるかということですね。関係はもちろんあります。一番わかりやすい例でいくと、オランダみたいなものすごく身長の高い国の方と日本人のハーフだったら、おそらく身長高くなるというふうに考えられますので、高い国の人と子供が生まれれば高くなる可能性が高くなるし、低い国の人と子供が生まれると低くなる可能性が高くなるというような表現になってくると思います。韓国の平均身長は 173.3 センチということで、日本人よりも 2,3 センチ程度高いような計算になりますので、そういった意味だとプラスに働く可能性が高いかもしれません。単純にですね、この場合ですとお父さんも179センチということで身長が高いですので、まあ、比較的プラスに働くというふうに考えてもいいのではないでしょうか。次はですね、まあ、チャンネル登録者数1万人以上の人気 YouTuber さんの質問です。質問です。成長ホルモン、眠りの初めの3時間に大量に分泌されるようですが、分割睡眠、例えば4時間を2回などした場合、分泌される成長ホルモンの量に違いは出ますか？違いがある場合、身長を伸ばすために影響はありますか？ということですね。これもものすごく面白い質問かなというふうに思います。これもですね、明確なデータが存在するような内容ではありませんので、明確な答えはありません。ただし、簡単な答えとしては、2回で分割して睡眠することは特にお勧めしません。証明されているわけではないんですけども、2回分割して睡眠した場合に何かこう健康指数が上がるようなことがあれば、すでにおそらく何かしらの形で発表されていると思いますし、子供だけでなくて大人にもですね、おそらくいいというふうに言われたりもすると思うので、分割することによって成長ホルモンの分泌がよりプラスになるというのはちょっと考えにくいのかなと思いますけど、いかがでしょうか。次、 T さんですね。はい、どっかの動画でヒゲが濃くなったら思春期が終盤と言っていましたが、剃ると言ったのは関係ありますか？ヒゲがかなり濃いというのは思春期がかなりね、後半であることを示唆します。一方で剃るのには全く関係ない、全然剃っていただいても大丈夫だと思います。いわゆる剃って毛が濃くなるのを心配するとか、そういったようなニュアンスかなと思うんですけど、あまり身長って意味では気にする必要はないというふうに思います。次ですね、 R さんでいいかな。寝る前に水じゃなくて牛乳でも大丈夫ですかってことで、何個前の動画かな、ちょっと忘れてしまいましたけども、睡眠時に脱水症状になりがちなので、そういった点で水をね、寝る前に飲むと少しいいのではないかとお話をさせていただいたんですけども、牛乳でもね、それはいいのかってことだと思うんですけども、いいと思います。牛乳に関して言うとタンパク質が含まれている点がいいっていう点ですね。一方でちょっと注意が必要な点に関して言うと、まあ、下痢を起こす方、乳糖不耐症の方は摂取が注意が必要であるということと、あと牛乳の場合だと脂質が多い場合があるので、体型に応じて摂取量をですね、調節するというのも検討されることもあります。はい、次ですね。M さんですね。身長先生質問です。身長伸びる波動や身長伸びる音などという動画があるんですけど、本当に身長伸びるのでしょうかということですけど、どうでしょう。これはね、少しなんか嘘っぽいような気は私はしますけども、いかがでしょうか。はい、次ですね。Y さん。炭酸の飲み物で身長って伸びなくなるのですかってことですね。これもね、まあ、諸説ありますよね。で、最近ですね、海外の内容とかを調べたりすると、そういうふうにやっぱり書いてるものがあったりだとか、私がですね、小さい頃もよくそういった話は聞きました。根拠的な文章を元に書いているというよりは、若干イメージ的に記載されている文章が多いように思いますので、もちろんね、炭酸水を飲んでくださいっていう内容ではないんですけども、飲むことに対して大きく危惧する必要もないようにも思いますけど、いかがでしょうか。はい、次ですね。K さん、質問です。身長伸びが悪くなって、また伸びることってありますか？あると思います。具体的に言うと、外来で見させていただいても結構いらっしゃるかなと思いますね。はい、次、Y さんですね。O 脚を直すと身長が伸びるというのは聞いたことがあるんですが、X 脚を直すと身長伸びたりもしますか？伸びます。で、O を直したらこういう風に伸びるわけですよね。X もこれがこういう風になるわけですから、同じ原理ですので、両方とも同じようにして身長伸びます。はい、次いきます。E さん、一回怪我して体が動けない状態になり、1日15時間ほど寝ていたら、いつもは 164.3 くらいだったのが 166.3 くらいになっていたんです。普通に生活していたら 164.3 に戻っていましたが、いっぱい寝たからこうなったんですか？いわゆる朝の身長と夜の身長、だいたい2センチぐらい身長差があるというふうに言われていますので、単純にその差なのではないかなというふうに推定されますけど、いかがでしょうか。
次 M さん、道具には関係ないことで申し訳ないんですが、寝るときに物音がすると寝れないので、睡眠のリラックスできる音楽をイヤホンで聞きながら寝ています。寝ているときに音楽を聞くのは睡眠の質に良くないでしょうか。身長が伸びない原因になると思いますか。よければ答えていただけるとありがたいですということですね。まず言えることとしてはそれでですね、熟睡できるようであればやっていただいていいんじゃないかなというふうに思います。ただもちろんなんですけど、爆音みたいな音量でやったりだとか、寝静まった段階だと電源が切れるようにですね、タイマーしたりだとか、そういうふうにしてですね、対応していただくといいのではないかというふうに考えますけど、いかがでしょうか。はい、今日もですね、身長に関する疑問ね、いっぱい答えていきましたけど、いかがだったでしょうか。今後もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の話からチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバイ。